いなこです。今日はセリアとダイソーでお買い物をしてきたので、こちら購入品紹介したいと思います。初めて見たものとか、まあいろいろね、お掃除グッズとか買いました。まずはセリアの商品から紹介します。まずこちら、じゃん、こんな感じのスリムほうきと、こちらスリムちりとり買いました。はい、こちらはそれぞれ100円で売られているものです。これね、今回今日初めて見て、こんないいのあったんだと思って買っちゃいました。はい、これは、まあ、あのセットで使えるものなんですけれども、ちりとりがねこんな感じで、ここにね、あのほうきがセットできるようになっていて、こうカチャって閉めると、はい、こんな感じでね、ほうきを隠した状態で、立てておけるっていうね、とっても素敵なちりとりとほうきのセットです。普通で買ったらもう1000円以上しそうな感じのセットですけれども、なんとセリアなら2つで220円ってことで、とっても安く手に入るっていう、なんかおしゃれほうきお掃除グッズですね。はい、これすごい、セットで200円には見えない。特にこのほうき伸び縮みとかはしない、まあシンプルなねほうきですね。履き心地良さそうなほうきの毛。こっちはこんな感じで、まあ、おしゃれな形をしているちりとりですね。はい、ちりとり部分はそんなに大きくないので、大きいゴミはねそんなに入んないかなって感じはしますけれども、ちゃんとねゴムがついてますし、玄関かベランダで使いたいなと思って買ったんですよね。なのでそんなに大きいゴミは出ないだろうなと思ったので、これぐらいの大きさのねちりとり全然いいんじゃないでしょうか。いいと思う。ちょっと使ってみます。はい、はい、こんな感じで、ほうきの毛の部分は天然素材ではないプラスチックっぽい素材の毛の部分がありまして、まあ、こんな感じの形をしてます。持ち手の部分にはこんな感じで穴が開いてるので、まあ、フックにねかけて収納することもできるっていう感じですね。でこっちのちりとりの方にも穴があるので、まあ、一応ねかけて収納もできるっていう感じで、見えづらくてすいません。ここにまあ、ゴムがあるのでゴミが入れやすいっていう感じですね。はい、じゃあ履いていきましょう。あ、うんうん、あ、いい感じ。なんかこの毛がいい感じにしなってね、なんか力入れやすい。なんか普通の木、天然素材の毛よりもなんか力強く履けますね。で、履いたらこのちりとりでね、ゴミを取ると、うん、あ、取りやすい。ゴミもね、取りやすい。大きいものよりはもちろんちょっとねコンパクトだから、まあ、ちょこちょこ履くっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとしたね、そんなに広くない玄関だったりとか、まあ、ちょこっと履くのにはねいいんじゃないでしょうか。このほうきとちりとりセット何がいいかっていうと、こうちりとりにほうきをカチャッとはめて、こんな感じでスタイリッシュな感じに置いておけるっていうのが、このほうきとちりとりセットのいいところですよね。ね、なんかとっても素敵な置物みたい。100均とは思えないですね。とってもいいんじゃないでしょうか。コスパいいと思います。あとはじゃん、これもちょっとしたお掃除グッズっていうか、キッチン水回りグッズなんですけれども、水切りかごにかけられる水道ブラシ2つ入りっていうことで、前にね、あの水切りかごにかけられるブラシっていうのをあのセリアで買ったんですけど、あのかけられるブラシってすごい便利だなと思っていて、はい、こんな感じでね、とってもコンパクトなブラシなんですけれども、まあ、水筒とかね、あとお弁当箱の溝とかを洗うのに便利っていう、まあ、小さいブラシですね。小さいブラシ欲しいなと思ってた時に、このねフックにかけられるブラシを見つけて、いいじゃんと思って買いました。いいじゃん、見た目もシンプルだしね、しかも2個入りで100円ってお得ですね。はい、こんな感じのとってもシンプルな感じのブラシですね。シンクにあるカゴとかにかけやすそうなコンパクトなフックで、下はこんな感じで3本のブラシがついてます。2つで100円、安いですね。で、水筒のこういう間とかこういうとことかってすごい洗いづらいですけど、こういうね、コンパクトなブラシならこう入ると。あら、いいじゃない。あ、いい、これは必要だった。いつもね泡スプレーとかを振りかけて
洗ったりしてたんですけど、やっぱこういうねブラシでゴシゴシやった方がやっぱりしっかり汚れが取れる感じがして気持ちいいですね。こういうとことかね、結構狭い隙間もねブラシが入り込んでくれます。あら、いいですね。まあ、ちょっとした調理器具のこういう隙間も、あ、いいですね。ほんと細かいところを洗うのにすごいぴったり。使い終わったらね、こういうカゴのちょっとした縁にこんな感じでかけておけばいいと。あら、いいじゃん。いや、すごい。いや、これは必要だったわ。見た目シンプルですっきりしていていいですね。あとじゃん、はい、こちらはアルミキャップペットキャニスターロング 1100ml、 こんな感じの筒の入れ物なんですけれども、はい、くるくるくるって回すとこんな感じで蓋が開くっていうね、まあ、シンプルな容器ですね。私は業務スーパーで油を固める粉大容量なの買って、キッチンにね置いてあるんですけど、それをね入れるいい感じの容器ないかなと思って探していて、まあ、キッチンのね無駄な収納スペースをなくす意味では四角い方がいいけどっていう感じで、うん、とりあえず丸いの買いました。こんな感じの、まあね、シンプルなものなんですが、耐熱温度60度っていうことで、そんなに熱に強くないので、電子レンジだったりとか、まあ、煮沸消毒とかはできないっていうものですね。あ、冷蔵庫にも使えないんですって。常温保存のものしかダメか。揚げ油をね、固める粉、これをね、入れたくて、この容器を買いました。はい、入れていきましょう。はい、こんな感じで食品ではないですよって分かるように油固め剤ってテプラで貼りました。はい、こんな感じで、すぐ使えるようにガス台下収納にね入れていきたいと思います。ここに、お、ちょうどいいじゃん。うん、ちょっと倒れたりするとやだかな。仕切りとかあった方がいいかもしれないけど、とりあえずこんな感じで入れました。この引き出しがね深さあるので、これぐらいね長いものですごいちょうど良かったと思います。スッと取れてパッと使える。うん、いいじゃんいいじゃん。あとはじゃん、こちらもちょっとしたキッチングッズ、ザル付き水切り保存パック。蓋を外して電子レンジ温め OK というものなんですけれども、よいしょ、こんな感じで蓋を外すと、はい、こんな感じでね小さいザルがついている保存容器です。はい、パクチーとか大葉とか、まあ、そういう薬味系をね冷蔵庫に保存しておくことが多いので、そういうものをね保存しておきたくて買いました。まあ、普通のこういう容器でもいいんですけれども、こういうザルがついてればね、ここで洗ってすぐにここにセットして水を切りつつ冷蔵庫に保存できるので、まあね、そういうね、そういう薬味系だったり保存するのにちょうどいいんじゃないかなっていう容器ですね。はい、こんな感じで、まあ、よくある100均の保存容器っぽい蓋で、多少こんな感じで倒しても水が漏れなさそうな蓋ではありますね。で、こっちがこんな感じのザルで、うん、使いやすそうな大きさですね。ザルいらなかったらザル別にねして、これだけで単体でも使えるような感じですね。こんな感じでここでパクチーとか、まあ、ネギだったり青ネギだったり、まあ、そういう薬味系をね入れて保存しておく容器として最適ですね。こんな感じでモッツァレラチーズを入れておくのにもいいですね。あとじゃん、こちらはショルダーストラップレザー風110センチっていうものです。ショルダーストラップっていうことで、はい、こんな感じの長いね紐なんですけれども、バッグをねショルダーにしたい時に使うような紐ですね。はい、これ私スマホをここにね首にかけておきたくて買いました。はい、少し前に3COINS でスマホをこうね肩からかけておけるものを買ったんですが、ビーズでできてる紐だったんで、ちょっとね切れちゃったらバラバラバラって床中にビーズがね転がっちゃって、よく考えたらちっちゃい子がいる我が家ではちょっとそれ危ないかなと思ったので、ちょっとねビーズじゃない普通の切れにくそうな紐を買ってみました。はい、ちょっと使ってみようと思います。あ、よく考えたらこういうのって買ったバッグによくついてますね。こういうの使わなくていいやって捨てちゃったのとか、よく考えたらあったわ。もったいなかったな今考えたら。
このスマホのストラップ長いやつを3COINS に少し前に買って、スマホのホルダーがこんな感じでついてて、ここに金具が出てる状態なんですけど、ここに今回買った紐をこんな感じでつける感じですね。の金具も金色で可愛いですね。今回私はこんな感じの、水色を買ったんですけど、ほんとね、いろんな色ありました。もっとなんかベージュっぽい色もあったし、白っぽい色もあったし、茶色とか黒とか、なんかね、全然大人の人がつけても全然変じゃないような色がありました。2つは入らないから、こういう感じでつけるか。はーい、はい、こんな感じでつけられます。あ、いいじゃん、あ、いいじゃんいいいい、あ、これは安全だわ。こっちのビーズより軽いから、なんかよりつけ心地は楽かもしれない、こっちの方が。うん、まあ、100円ってことで、そんなね、すごい高いような素材でもないからか、すごい軽いです。そのうちちぎれてきそうな脆さはあるかもしれないけど、でも全然いい感じ。あら、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。次はダイソーで購入したものを紹介します。まずこちら、じゃん、アルコール対応キャップ付きスプレーボトル 100ml のものです。結構このスプレーボトルって、あのアルコール対応じゃないものが、100均で多いかなと思うんですが、これはね、アルコールも入れて使えるっていうもので、いいじゃんと思って買ったんですよね。で、私これね、あの手作りで虫除けスプレーをね、作りたいなと思っていて、その 虫除けスプレー用にね、あのエタノールが必要だったので、アルコール対応のボトルじゃないと使えないなと思ったので、これにしてみました。ちょっとね、あの虫除けスプレー、手作りのものを作ってる様子お送りしたいと思います。はい、じゃあ手作り虫除けスプレー作っていきたいと思います。材料はこれ、薬局で売ってる消毒用エタノール、これも薬局で売ってる発火油で、あとはお水、水道水で大丈夫です、水道水と、あとこちらは今回買ったアルコール対応のスプレーボトルですね。まずはスプレーボトルを開けまして、エタノールを 10ml ぐらい入れます。キャップ1杯ぐらいですね。 10ml ぐらい、ボトルにエタノールを入れまして、でこちら発火油、発火油はそのまま肌に塗ったりするとちょっと体に吸収されすぎちゃって、スースーしすぎちゃって危ないので、このね、水で薄めて、さらにね、水と油だけだと混ざらないので、乳化剤としてエタノールを入れてるっていう感じですね。で、発火油を3滴ぐらい、うわー、入れすぎたはい、で、あとはお水を 90ml ぐらい入れるだけです。はい、あとは混ぜるだけで完成でーす。うん、あー、爽やかな発火のいい香り。これダイソーのこれすごいね、ちょっと画面で見にくいんですけど、すごいね、スプレーの粒が細かくて、すごい広範囲にね、シューってスプレーできますね。細かい粒子がバーってなるので、こういうね、虫除けスプレーにすごい合ってますね、このスプレー。あ、いい感じ。あ、すごい、これダイソーのすごいいいじゃん。子供に使えるかはちょっとね、私お医者さんじゃないのではっきりは言えないんですけれども、気になる方はね、ちょっと皮膚科の先生とかに確認してから使った方がいいかなと思うんですが、私はね、自分に最初使ってトラブルなかったら、7歳娘の足元とかに使おうかなと思います。ちなみにこの発火油、目に入ったら大変なので顔にはね、使えないです。顔じゃなくて手とか足とかにだけ使うっていう感じですね。皮膚だけじゃなくて玄関にちょっとこんな感じでシュッシュッてしてあげると、ここら辺のね、玄関の虫除けにもなりますね。はい、ではじゃん、こちら、速乾ヘアドライ手袋ということで、これね、前からずっと欲しい欲しいって思っていて、やっと買いました。まあ、軍手みたいな、手袋みたいな感じでつけて、これでね、髪を乾かせば髪がね、早く乾きますよっていうね、まあ、タオル代わりに使うグローブ、手袋ですね。はい、タオルで拭きながら乾かすっていうのがね、ちょっとやりづらいなと思っていて、これなら軍手状だからいい感じにこう娘の髪を溶かしながらこうドライヤーできて、早くね、髪を乾かせるんじゃないかなと思っていて、はい、ずっと欲しいと
と思っていたのをやっと買いました。ライトグレー色なんですけれども、ピンクとかね、水色とかカラフルな色も売ってました。はい、こんな感じでね、髪を溶かしつつ、ドライヤーを当てて、髪を乾かしていきます。体感的にはどうだろう、いつもより1分ぐらい早く乾いたかなっていう感じですかね。まあ、劇的にすぐ乾くってほどでもないけれども、まあでもね、使いやすくていいと思います。あとはじゃんなんてことないんですけれども、除菌ウェットティッシュノンアルコールの、こんな感じのね、ディズニーパッケージの可愛いのね、売っていたので買ってみました。はい、こんな感じで2つね、持ち運びに便利な、大きすぎない感じで軽いです。とってもね、パッケージがね、ディズニーのいろんなキャラクターのこの影が可愛いですね。はい、普通のこんな感じの使いやすい大きさの除菌ノンアルコールウェットティッシュノンアルコールパラベンフリー無香料、子供のね、口とか手とか拭くのにちょうどいいですね。あと最後じゃん、こちらはインデックスシールナチュラルカラー30枚ということなんですが、飛び出さないインデックスシール。まあ、インデックスシールってね、結構飛び出してるものが一般的かなと思うんですが、これは飛び出さないのですっきり見えるっていうような感じのインデックスシールですね。色もね、シンプルな感じで可愛いんじゃないでしょうか。これ確か今年の春ぐらいに出た商品だったかなと思うんですが、やっと買いました。こんな感じのとっても可愛いね、ピンクベージュみたいな薄いベージュ色でとっても可愛い色合いです。6枚 ×5 シート入ってますね。 B5 サイズのノートにぴったり6枚貼れるんですって。まあ普通のインデックスってこんな感じでね、飛び出てるものが多いですけれども、まあ、これは飛び出ない作りっていうことで、まあこんな感じでノート、大事なところ後で読みたいよっていう時にこう貼って、はい、はい、こんな感じで飛び出さない感じでインデックスシールが貼れるんですね。まあ、でも横から見るとこんな感じで、あ、ここにインデックス入ってるなってわかるので、何も貼ってないよりは探しやすいっていう感じですね。こんな感じで、まあ私は別に出ててもいいかなって思いつつ、まあでもね、ノートすごい可愛いですね。スタイリッシュ、とにかく可愛くノートを仕上げたいっていう方にはいいですね。はい、ということで今回はセリアとダイソーで購入したものを紹介してみました。気になるものありましたでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。